黄色と紺色、意外に春っぽいですかね。今日は巾着バッグ作ります。本にもいくつか載ってるんですけど、まあね、また違うタイプのものを作りますからね。ポケット付きですよ。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で巾着バッグを作ります。紐ね、用意していますよ。こちらはね、私がよく使っているワックスコードという紐の種類ですね。ネットで手芸ワックスコードって検索すると出てきますよ。今回ポケットはファスナーポケットです。ファスナー12センチを使用しますからね。材料はこちら。表布、裏布で、ポケット用の布でしょ、ファスナーで、紐通し口と持ち手になります。紐ね、表布と裏布は同サイズです。表布の裏に接着芯貼っていますよ。27cm×27cm×27cm です。裏布も同サイズですからね。裏布も2枚用意してくださいね。ポケット用の布です。ファスナーは12センチを用意しています。ファスナー12センチですよ。ポケット用の布は、30cm×17cm×17cm です。こんな風にね、今回ポケットはね、縦につきますからね。紐通し口です。6cm×25cm×6cm×25cm です。裏には接着芯貼っています。で、持ち手です。持ち手は 6cm×33cm×6cm×33cm です。裏にこちらも接着芯貼っていますよ。紐は 60cm が2本もあれば足りるかと思います。まずはね、ポケットを表布に縫い付けていきます。ファスナーこう開いちゃう方はこんな風にね、手縫いでもいいしミシンでもいいので縫い留めておいてくださいね。こうしとく方が作業しやすいです。まずファスナー準備をします。表布とポケット布の中心が合っています。中表に合わせていますよ。今回ポケットは縦方向につきますからね。こんな感じでつきます。中心合わせています。端から2センチのところにポケットの布が中表になるように合わせてください。四角は布端から3センチのところに中心を合わせて、13センチのね、13センチ ×1 センチの四角を書いています。真ん中に線を引いて、まあ、両サイドをね、適当に矢印の反対みたいにしてください。まずはこのね、四角の周りを縫っていきます。中表に合わせて 13cm×1cm の四角の周りを縫ってくださいね。ただね、2つに折って中心に切り込みを入れます。矢印みたいなところをカットして切り込みを入れてくださいね。切り込みを入れたらポケット布を裏に返してこんな感じになります。で、ここはね、アイロンでキューッとね、形を整えてください。形を整えたらちょうどいい位置にファスナーをセットします。ファスナーをセットしたら端から2ミリぐらいのところを縫って縫い留めてくださいね。ファスナー12センチに対して四角が13センチなので両端5ミリずつぐらいはね、開きますからね。ポケットにします。ポケット布をね、こう折りたたんで2枚一緒に表布を縫わないようにコの字に縫い合わせますよ。もうこれだけでポケットができちゃうんですよ。次は持ち手と紐通し口。持ち手はね、紐状にしてサイドを縫います。紐通し口は両端1センチ折って真ん中にね、跡をつけておきます。持ち手、今回細めです。持ち手ができたら紐通し口の端縫っておいてくださいね。
表布に縫い付けますが、順番間違えないようにチェックですよ。持ち手の端は5ミリね、出して縫い留めています。中心から4センチ、中心8センチ開けて縫い留めます。あと私はね、縫い代5ミリで紐通し口縫ってから4センチ、8センチ開けて持ち手の端5ミリ出して持ち手を仮縫いしました。中表に合わせて底を縫い代1センチで縫い合わせてくださいね。裏布も中表に合わせて底を縫い代1センチで縫い合わせます。表布と裏布重ねて、縫い代はね、開いておいて袋口の部分を縫い代1センチで縫い合わせてくださいね。もうここからはね、普通にあのバッグを作る感じなんですよ。ポケットがあってもね、縫いにくいことはないかと思います。布の向きを変えてサイドを縫いますが、裏布側の、サイドには返し口を作ってください。もうあとちょっとで完成ですからね。一応ね、ポケットの布はね、縫い込まないようにはなっています。ここで一手間、そこの縫い代をね、ちょっと一箇所縫い合わせておきます。こうすると輪になるのですが、表に返した時にね、裏布がこう引っ張っても出てこない仕様になるんですね。ちょっといいでしょ。返し口閉じたら形をね、整えて袋の周りをぐるっと縫い押さえておいてください。もうあとは交差して紐を通すだけですよ。このね、赤いこの棒があるとね、すごい便利です。端をキュッと結びます。紐は交差して通してくださいね。できました。完成です。はーい、今回も可愛くできました。普通にトートバッグとして使ってもいいし、キュッとして使ってもね、どっちでもいいのがいいですよね。今回ね、持ち手細めにしています。このバッグね、使ってみるとやっぱりね、このポケットがね、縦にあるのすごく便利なの。ここにね、ハンドクリームとか消毒とかね、入れています。こちらの布はね、USA コットンです。で、ウッサンコクラブという布のサブスクをしていて、今回はね、そちらの布を使いましたよ。腕にはね、ギリギリだから、腕にゆとりを持ってかけるならもうちょっと持ち手長くてもいいかもしれません。簡単で可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本にも可愛い布小物載っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあねー、またねー。